同時は、奈良時代の三論衆の層。属性は、ぬかた市。大和国天下軍の出身。702年第8次検討支店で、東へ渡り、西明寺に住して三論に通じて、二王般若京を講ずる構想100人のうちの一人に、選ばれた。718年15年に渡った、留学生活に幕を閉じ、第9次検討士の会議の船で帰国した。日本三論衆の、 第三伝とされる。翌719年その嘘徳を称されて、直気不護十個を賜った。729年立志に任じられ、大安寺を平城経営移設することに尽力している。735年付翼当時6人を付与された。翌736年大安寺、大半年洋天独会をはじめ、739年には、大極伝最小大行公設の講師を務めた。 帰国後に愚子という書物を表して、党と異なり、経典に従っていないことが多い日本の仏教界を批判し、僧仁の質を向上させるために開始を党から、調整することを提案した。開始の調整は、天平商法6年の検討士が帰還する際に、これに同行した元人の来日によって実現することになる。また、日本書紀の返纂にも関与したという説もある。 監視にも優れ、開封層に密集している。ありがとうございます。